私いただきます。できた。ついに完成したわよ。これを日陰ちゃんに飲ませれば。まあ、もう一度味わいたい、あの日陰ちゃんの姿。それな、何のことかしら。ま、待ちなさい。絶対に逃がさないわよ。なるほど、考えたわね。でも甘い、甘いわ日陰ちゃん。日陰ちゃん、必ずあなたに踊ってもらうわ。日陰ちゃん、日陰ちゃんはどこ？はるかさん？あら、よみちゃんじゃない。あなたも参加してたのね。そうだよみちゃん、日陰ちゃんの居場所を知らない？私は知りません。その顔は知ってるわよね。たとえ知ってても遥さんには教えません。だって遥さん今とっても悪い顔してますもの。ちょうどいいわ。日陰ちゃんの前につまみ食いしちゃいましょう。ヨミちゃんもとっても美味しそう。なんてまがまがしいオーラなんでしょう。これは負けたら大変なことに。いよいよ始まる第1回デカ盛り美食大会。今回の挑戦者は戦乱神楽のモラルハザード、健全なる青年たちの心をかき乱すキラークイーン、はるかちゃんだ。その類いまれなる傀儡術であなたも私も操り人形。いや、むしろ彼女の前に立てば自ら望んで下僕の道を選んでしまう。叱ってくださいご主人様、罵ってください女王様。ホムラグレン対ハルカ、前順じちゃってもらいましょう。日陰ちゃんの居場所を教えないと。お助け！いざ尋常に。さあ。私を楽しませて。ここに来てやっちゃうわ。もう終わりなの？うまいわー。
私を楽しませて。もう終わりなの？まだ頑張れるです。もっと続けましょう。もう終わりなの？まだまだ行くわよ。ダメね。ゾクゾクしてきたわ。行っちゃうわよ。もっと続けましょう。じゃあ、ヨミちゃんで試させてもらうわね。あ、そんな無理やり。どう、ヨミちゃん。ヨミちゃん、しっかりしてヨミちゃん。
読みが。なんつってなんつってガッハッハッハッ。私の櫛はタクシーの中。なんつってなんつってガッハッハッハッ。おじさんになってる。完全に失敗ね。これはちょっと改良しないと。よかったわ、ヨミちゃんで試しといて。もやしを燃やしちゃダメ。なんつってなんつって。時間がないから効果が切れるまでこのままにしておきましょう。じゃあね、ヨミちゃん。